それでは会見を始めます。事前質問も寄せられておりましたので、私の方からご説明したいと思うんですが、私 の、 11月5日の共産党の全国地方議員候補者会議での発言言動についてであります。それでこの会議ですね、私が報告者となって、田村智子副委員長、政策委員長が、司会を務めていたんですね。で、私は報告者として、報告をしたんですが、その中で、ある地方、共産党の地方議員の名前をちょっと間違えて読み上げたという経過があります。で、それについてその指摘があって、田村副委員長が司会者として間違ってましたと訂正いたしますっていうふうにこう司会として述べたのに対して、私がその司会の席に近づいていって、松永って読んでると、訂正する必要ないと、ちゃんと松永って読んでるからっていうようなことを厳しく指摘をしたという経過がありました。で、田村さんがその後で間違っていませんでしたっていうような報告をしたっていう経過がありました。で、これは明らかに私が間違えたわけです。私が議員の名前を間違えて、発言して、田村さんは正しく間違いでしたというふうに指摘したんですが、私が間違えていない、訂正する必要ない、ちゃんと読んでるということを言ったわけですが、私の言ったことが間違っていたわけです。で、こういう経過がございました。で、これSNS などでかなりこのそういう場面も含めて動画が広がりまして、当該のこれ党内の会議ではあったんですが、当該の皆さんの間でも広く拡散されるということになったんですね。で、党に対してはこれはハラスメントではないかという批判の声がたくさん寄せられておりました。で、私は昨日ツイッターでこの経過について反省をしますと、で、威圧的な言動であったということなども含めて、ちょっとどういうふうに具体的に言ったかというと、ツイッターで言った通り読み上げたいと思いますが、5日の日本共産党地方議員候補者会議の報告で、私が議員名を間違えたにもかかわらず、司会の田村智子副委員長に間違ってないと叱責し、威圧的な言動を取ったことを深く反省しています。田村さんには会議後に謝罪をしました。ハラスメント根絶を目指す党の一員として、今後絶えず自己改革に努めますということを昨日ツイッターで、表明をしたというのが今までの事実経過であります。で、今日 の、 常任幹部会でこの問題について、自己批判もしましたし、相互に批判もありました。率直な議論を行ったので、改めて私の方から述べたいと思うんですが、私の今回のこの会議での田村副委員長に対する対応は、これはパワーハラスメントであったと、そのものであったというふうに言わざるを得ません。パワーハラスメントそのものでした。職局長と副委員長という、パワハラの定義で言えば、優越的な地位を背景にした、業務上必要かつ相当な範囲を超える就業環境が害されるという定義に該当する、そういう意味ではパワーハラスメントそのものであった、あってはならないことだったというふうに率直に、申し上げなければなりません。で、なんでこんなことが起きたのかということについては、これは私自身のやはり品性の上での弱点が現れたものだというふうに自己総括をしています。二度と再び繰り返さないためには、深刻な反省と自己改革が必要だというふうに私自身肝に銘じているところであります。それから、なぜ表明が遅れたのかということが指摘をされております。で、これはやっぱり自ら正すことができなかった、批判が寄せられた結果、パワハラという認識に至った、で、そこまで時間がかかってしまったということも、このことも反省点として申し上げたいと思います。で、そういったことを私自身、今言った通りの、ことを
表明させていただいた上で、今日の常任幹部会で、まあ、私に対しては規約49条に基づく警告処分ということを決定をされました。これは当然の処分だと考えておりますので、私としてはこの処分を当然のものとして受け入れて、まあ、全力で職務に当たっていきたいと考えているところです。大変、まずい対応だったということは深く反省したいと思っています。私からは以上です。ご質問あれば。はい、朝日新聞の神田です、はい、今の件についてなんですが、一つが、まあ、その間違っていなかったのに間違ったと指摘されたから、実際は間違っていたのに間違ってないと言ったことがハラスメントだったのか、例えばこう田村さんが何らかミスをしたときでもですね、であればああいう対応だと良かったのか、要するに、まあ、要するに田村さんが本当に何らか、まあ、間違いをしたときに、であればああいう怒り方をするべきなのかというところもあると思うんですが、今そもそも小池さんが間違ったのに、その根拠ない怒ってしまったからパワハラだったというふうに聞こえたんですが、例えば、まあ、時に人ですから間違えることがあると思うんですが、その時であればああいう怒り方でも良かったというご認識なのかという点は。いや、全くそれは違います。でこれはまず、まあ、2つあると思うんですね。で間違っていたわけです。私の指摘は、私が間違って読んだものを間違っているというふうに言われたわけですから、これ正しかったわけで、まあ、そういう意味でこれは間違っていると、この指摘。同時にああいう会議の場で、その場で強く叱責をするような形でものを言ったということ、これはもし間違っていたとしても、田村さんの言ったことが間違っていたとしても、ああいう会議の場でその叱責をするという対応自体が、これは先ほど言った優越的地位を背景にした、まあ、業務上必要かつ相当な範囲を超えるものであるということですから、まあ、いずれにしても二重の意味でハラスメントだと言わなければいけないと思います。先ほど小池さんの反省の言葉としてですね、まあ、そのちょっと言葉、自分自身のですね、まあ、至らぬところだったと、今後、まあ、タイムある自己改革を続けて、人生の上での弱点が現れた、人生の上での、それが、まあ、どういったことを示してらっしゃるのか、まあ、だからこういう時に直ちに、まあ、なんていうか、こう強くこう反応してしまうようなね、よく考慮せずに、まあ、相手に対するリスペクトというか、まあ、そういった態度にやっぱり問題があったんじゃないか、欠落してるんじゃないかというふうに言われても仕方がない対応だったという意味で申し上げました。世間的にですね、あの場で出てきたのは、もともとのそういう共産党の体質が出たのではないかというような批判もですね、聞こえたんですが、共産党としてその連座推進を含めてされている党としてですね、どのようにそういった言葉、批判についてはお考えになられますでしょうか。だから、まあ、これは共産党の体質ということではなく、一人に私自身のやっぱり重大な弱点が現れたという問題だということを申し上げたのは、そういうことでもあると受け取っていただきたいと思います。はい、時事通信社の中に事実関係を確認したいんですけど、その間違えたというそのやり取りなんですけど、原因はどのような間違いだったんですか。原因ですか。ところによると、そのお持ちになってた紙の、まあ、原稿が間違ってたっていう、はい、小木さんとしてはそれは間違いないと思って間違ってないんですか。僕自身はその、まあ、名前は申し上げませんけど、その地方議員の方を知ってたので、まあ、間違えるわけないなと思っていたので、間違ってないよっていうふうにこう言ってしまったんですね。ただ、あの原稿が確かに間違ってたんで、それを私はその場で読んでて、後で確認したらやっぱり間違って読んでたというのが実。田村先生に謝罪をされたということですけど、これいつ謝罪されたんですか。その日は田村さんはもう昼すぐに出てしまったので、次に会った月曜日に謝罪しました。警告処分というのはどのような処分でしょうか。どのようなというか警告です。まあ、党の処分でいうと警告、権利停止、機関からの罷免、そして除名ということになりますが、その警告という、はい、局長が警告処分を受けるのは初めてなんですか。私自身は初めてです。謝罪に対して田村さんは何ておっしゃってる、田村さんは何ておっしゃってたか教えてください。まあ、田村さんは了解ですと分かりましたということであります。はい、今日付けでよろしいんですか。今日付けです。はい、はい、警告処分の内容というのは、この日の一件について、
ハラスメントがあったという処分内容でしょうか。そうですね、はい。よろしいでしょうか。はい、別件名をお願いします。はい、一つがですね、両方とも朝日新聞の調査で恐縮なんですが、一つ目が、全国の自民党議員というか国会議員に調査をしてですね、統一教会からの、政策協定8人が自民党の議員のもとに送られていて、そのうち4人が署名したということが、分かりました。これについて小池さん、どのようにお考えか受け止めをお願いします。これは極めて重大だというふうに思います。これは事実上の政策協定であることは間違いありません。でしかも回答してない方がかなりいるわけですよね。でやっぱりこれは朝日新聞社マスコミによる調査ということではなく、やっぱり自民党が組織的に、まあ、党所属議員全員についてこれは調査をするという責任があるということを改めて申し上げたいというふうに思います。でやはりですね、こういったことに署名をしたということになれば、これは統一教会側はその統一教会の政策を実現するために、まあ、動いてくれるんだろうというふうに期待もするでしょうし、まあ、宣伝材料にも使うというふうに思うんですね。で同時に政治活動にこれが影響してない署名した4人の方、この朝日新聞の記事では4人とも政治活動への影響は否定したというふうに言われていますが、私はね、こういうのに署名したっていうのはやはりこれは選挙活動への協力を期待したことは間違いないのではないかなと。ほら、世耕自民党の参議院幹事長がこういったものは猫の手も借りたいような人は署名するサインするって言ったじゃないですか。まあね、私はもう猫に失礼だっていうふうに言ってるんですけど、ただ猫の手も借りたいっていうことはやっぱりその選挙で協力をするっていうことを認めたことになるんじゃないですか。猫の手借りたわけでしょ結局。だからそういう意味で言ってもこういったものにやっぱりサインをするっていうことをやったっていうことはやはりその選挙活動にもかなり統一教会関わってきた、そういう可能性が高いんではないかなというふうに思いますし、でそのことを見返りとして政策をやはりこの政策協定に書かれているような内容に自らの政治活動をこう影響を与えることになったんではないかと、統一教会が主張しているような、まあもともと自民党と政策が近いからとか言ってますけど、よりそれを強力に推し進めるような、ね、形で政治活動にも影響が出てきたんではないかと言われても仕方がないんではないかと、まあ、そういう点でもこれは非常に重大な問題ではないかなというふうに思います。週末にですね、朝日新聞が世論調査の、まあ、世論調査を行いまして、政党の支持率が、まあ、依然低下傾向であって、まあ、今回は3ポイント前回から比べると低下して 37% に、また自民党の支持率というのは、まあ、1ポイントですけど下がってという結果になりました。これについてですね、まあ、どのようにお考えかという点と、まあ、これから、まあ、予算などを含めてですね、国会最終盤になりますが、どのようにまあ望んでいかれるかお願いいたします。まあこれ当然の結果ではないかなというふうに思います。やはりそのこの間でいうと山際さん、そして葉梨さんと立て続けに、まあ、辞任する、しかもだら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 とですね続けさせて、そして、なかなか決断できない、まあ葉梨さんなんかはもう午前中昼まではね、まあ、説明責任を果たしていただきたいと言ってたものを昼になってこれはもう辞任更迭ということですから、朝礼母会ということはありますけど、母会どころが昼ですから朝礼仲介みたいな、ね、話になってる。やっぱりこういうですね、決断できない、実行できない、やっぱり自民党政権に対する批判がね本当に高まっているんだろうなと。それからやはり今言ったような問題で言うと、政策協定、推薦確認書への署名についてはやっぱり調査すべきだ、自民党が調査すべきだ 77%、 自民党の支持層でも 75% ということですから、やっぱり今回のこういう一連の世論調査の結果を自民党としては深く受け止めるべきだというふうに申し上げたいと思います。はい、新聞の記事だと言います。外交関係のことを聞きたいんですが、日韓の首脳が3年ぶりに公式会談しました。徴用工の問題はまだ2回です、問題が多いんですけども、一方での北朝鮮からミサイル発射続けているという会談の受け止めと評価について、
ちょっと会談の内容を詳細に承知しているわけではありません。しかしやはり日韓というですね、非常に重要な2つの国の首脳が、今までコミュニケーションを取れてなかったものがですね、こういった形で会談にこぎつけることができたということは、私は前向きに捉えたいというふうに思います。できるだけ一致している点あるわけですから、日韓双方で、そういったことをお互い探り合っていくという形で前に向かって進めていくべきだというふうに思います。共同通信の方、10増10減法案についてお伺いします。公選法改正案を審議した衆院特別委員会の付帯決議でですね、区割りのあり方を検討するため与野党協議の場を設けるとしています。この与野党協議の場でですね、共産党がどういう考えを示されるかお考えを聞かせてください。与野党協議を、10増10減の法案に基づいて与野党協議を進めていくのであれば、やはりその小選挙区制を前提にした議論をすべきではないというふうに思います。今回 の10増10減法案にも小選挙区制の抱えている重大な害悪がはっきり出たと思います。人口の変動によっても毎回毎回区割りを変えていかなきゃいけないという小選挙区制の根本的な害悪が出てきたと思いますので、やはり抜本改革の議論をする場にすべきだと。で、小選挙区制は廃止をして、で、比例代表中心の制度にしようというふうに私ども提案をしておりますけれども、ぜひそういう議論を与野党協議の場で主張していきたいというふうに思います。ハラスメントの話にちょっと戻るんですけども、今回の件について、ネット上など共産党の議員の方もかなり批判の声が続出化してたと思うんですけど、その点についてお感じになったことがあるか教えてください。我が党はやはりハラスメント根絶ということを掲げている政党であります。そういう点でやはり党員の中からも批判の声が出るのは当然だというふうに思います。そういう点でいうと、ある意味ではやはりその党の中心で役割になっている私のようなものがこの問題を曖昧にしてはいけないというふうに思っています。そういう点でも今回こういう形で、全体について報告もさせていただきましたし、処分という形できちんとけじめをつけるという対応を取ったということであります。私は若干会長の動きかなと思うところなんですけど、共産党で上官であって、要するに幹事長と副委員長というのは上司部下のまず関係にあるんですか。いや、そういうわけではありません。そういうわけではありません。我々は対等であります。ただ、私が会議を主催してたわけですよね。報告者として、で、田村副委員長は司会をやってたわけで、そういう意味で言うと、ハラスメントの基準ですかね、その優越的な地位っていうことに、立場上のその役職のその優越っていうよりは、今回の会議におけるそのそれぞれの役割っていう点から見て、やはりこれはパワーハラスメントに当たるというふうに判断をいたしました。共産党は 50数%女性の党員ですよね。で、党議会なんか女性の方が多いわけですよね。しかし上層部の方はね、最上層部の上官の方は少ないですね。やっぱりそういう構造がやっぱり反省点につながるというふうに感じては思われます、ね。克服を していかなければいけない課題だというふうに思います。大事な課題だと思います。よろしいでしょうか。はい、じゃあ終わります。